よし、じゃあやっていきましょう。かげろう。バージョン 1.05 の動画を、まあ、大体1ヶ月前に出したんですけど、なんとそれからチャンネル登録数が450名ほど増えました。前はね、2、30名ぐらいしかいなかったのが、ね、なんと今500名突破してます。ありがとうございます。ということでね、いつものように検証やっていきましょう。 GO!ここね、なんかコメントいただいたんですけど、あのねなんかこう位置がずれて落っこちないっていう、あのなんかバグで、なんか別な場所に行け、別な場所っていうかいろいろ行けるらしいんで、ちょっと試してみたいと思います。ここだよね。行きます。怖い。あ、でもここで永遠に使えるやったらどうなんだ。まあいいや、一旦。あー、怖い怖い怖い。いけない。あー、いけない。あー、いけないや、向こう。あー、ちょっと1位ダメだったね。多分行けないと思う。これだと落ちちゃうから、どっから行けばいいんだろう。一旦ここでもう一回話しかけてみる。ここで永遠に使えるやってみようか。ちょっと怖いけど、超近い。うわ、おお音楽混ざってる。あれ、あれ、あれ、あんなに空中に浮くっけ。ちょっともう一回やってみようかな。怖っ。あー、落ちる。お、いける、いけそう。お邪魔します。いや、やめて。よし、あ、ギリギリいけた。やったぜ。わらわらわら。わら。あー、でもこっち行ける？すごいうるさい。あ、いけないね、やっぱ。扉は扉。やっと。え？え？え、なんか変な感じになってない？怖い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 。なんか見てはいけないものを見てるやんけ。あー、怖い怖い。うわ、やべ。え、どうなってんの、あの子。あ、やばいやばい。なんか見ちゃいけないものを見てる。え、首がぐるんぐるん回っておるよ。多分俺を見てるんだろうね。多分こっちから行っても特に何も面白いこと、この隙間とかやばそう。あ、かすかにまだセミの鳴き声が聞こえるね。やべえ。うわ、怖いよ。首ぐるんぐるん。こっから、あ、できるね。これは見ちゃいけないような気がするな。
これで永遠に使う、あでも永遠に使える前やったしな、多分上にちょっと浮くだけだよね多分。命を捧げるだとどうなるんだろう。これやってみるか、命を捧げます。多分近づいてくるエンディングだったんだけどどうなるんだろうね。いきます。これ怖い。え、どこ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 行くの。こっちだよ。あー、ワンちゃんこっちに向かってきてほしかったあーでもすんごいの見れたね最後。何回やってんだよ。51分かかってる。またプロローグ、またプロローグやってまいりましたね。なんかあのコメント2つほどいただいたんですが、なんかまあもうちょっとあの裏山に行けるからもうちょっと奥まで行ってみてくださいっていうのと、なんか別の場所からももう裏の世界に行けるよっていうのがあったんですよ。どこだろう。なんかねフェンスから行けますよっていう、フェンスってどこだ。あ、なんかこの階段のところの階段ってここだもんね。フェンスにくっつきながら行く？ここ？あ、ああ、行けるってか歩けるね。え？で？お？でどうすんだろう？あ、こう？あーでもちょっといけないな。あ、ちょっと難しいかも。でもここジャンプできないからな。どうすればいいんだろう。うん、ちょっと難しいっすね。ちょっと次回また成功したら動画にしてみたいと思います。ちょっともうちょっとね裏側、どこになったっけ。あ、ここだ。うわ、例えばあっちって行ってみたことないけど、おお、もしかしてガードレールのところ行けた。見ることしかできなかったけどね。ここはお、ちゃんと壁になってるね。こういうところはやっぱり、うわ、まさに裏、あ、木もちゃんと生えてる。ただここ行くと多分絶対奈落の底ここスタート地点だからこっから行くことできるのかな。お、逆か、あ、ダメだ、逆から入れない。今行けそうだったけど、なんかちょっと余裕持たせてるんだね。え、何これ。え、これ何、え、これ何、これだけポツンと置いてあるんだけど。ああ、もうダメだ、ここ。ここまでですね。てか、見せちゃっていいのかな、こういうの。今、まあ、鳥居の、
扉が開いたんですけど、これ元に戻れるのかな。元に戻ったとしたら最初から開いてんのかな。なんかすごい別な路地裏がある。お、あ、いけない。透明でなんか見えてるっぽい、いけるっぽいような感じになって、ここに見えない壁があっていけませんね。でもなんかこういう扉とか、まさに路地裏じゃないですか、これも。ここ路地裏っていうか、路地、なんか、もう人んちですけど。頑張れ。戻ってきた。戻ってきましたよ。もう一回ここから登れますね。ただすっごい明かりこんなんでしたっけ。こんなんだったか。戻ってきたんで、やっぱ開いてますね。誰が開けたんですかね。コメントでリクエストもらったんでやってみたいと思います。すごい、なんか神々しいね。あ、ちょっと重い。そんなにね PC のスペックが高い、めっちゃ高いわけじゃないんで。水の上に爆竹浮いたら徘徊者ってどう反応するんだろうね。なんか行くことのできない場所みたいな感じで、ずーっと例えば、ここら辺に投げた、あ、こっちいいかもね。こっちら辺に投げたら、ずーっとこっちに行きたいよ、来たいよ、みたいな感じで、いるのかな。来た。ちょうど来たね。あ、やべ、行かないんで壁なんだ、ここ。全然聞こえてないし。あ、ここ壁。ここ壁みたい。ここに投げ入れたらどうなんだ。ここちょっともう別な検証になっちゃいましたけど、ここって確かこう曲がたま置くと、ここに通路ができるから、ここになんか当たり判定みたいなのあって、徘徊者がガーって来た時にあっちまで行けるんじゃないか。確か結構近くまで、あの廊下できた時はあの追っかけてきたんで、ここは当たり判定あるのか、ちょっと見てみよう。4。ああ、ダメだ。壁だ。うわ、来た。なんで音鳴ってんの、バレた。検証失敗。ここですよね。多分これ水張って。てると思うんだけど、あ、この時点で壁な、はい、検証失敗。
なとか。そういえばここって徘徊者入ってこれないのかな。ね。ここってまあ主人公、まあ自分が通ると天井崩れてくるでしょ。でもしも割れてたとしてもこの天井が崩れてくるから、まあ、徘徊者入ってこれない、まあ、逃げ切れるしみたいな。この空間自体はどこにも繋がってないから、まあ、勾玉取って鏡使ってワープするしか脱出方法はないけど、ここになんか爆竹とか投げればこっちの空間に入っていくんじゃないのね。仕込み終わりました。一旦ね、このロッカーで自分は隠れてて、で混沌の神楽鈴をフリフリして停止できれば OK。 そしたらあのバグ技を使って密着してこっちまで連れてきます。でここの危ね、見えるかな、あ見えるな、あのちょうど壁あそこ曲がったら多分見えます、もうあの場所が。で多分天井が崩れてくるのは多分ここ1マス目2マス目3マス目4マス目だとして多分ここの多分天井を多分自分が通ると崩れてきちゃうんで、で向こうにで爆竹を投げてで向こうに徘徊者さんが行ってもらったら OK っていう感じですね。まああとやってみてって感じですね。怖い。慎重に行かないと。うわ怖い。少しでも引っかかるとやばい。あ、あーマジか。行かないか。お、行ってる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 ぞ。このついていこう。あんまり近づくとやべえから。もうちょい。よし、行った。
よし、崩れた。で、俺、あっち行きます。うわ、何時間かかったんだ。ちょっと様子見。ちょっとこの隙間から。帰ろうとしてる？今、赤い光見えたね。で、こっちに来るのか？あー、来てる。やべえ。来てますね。やっぱり来るね。通れないって分かったら来るんだ。こっちに来な、全然行かなかったのに。開けてくる。それだけ気になる。来た。やばい。やっべ。はい。なんとか成功したんですけど、あっけなかったね。超あっけない。できるときは超あっけないけど、なんかね、もうちょっと、怖い。追ってきた？あの襖とかもなんか、そっから U ターンしてまたさ、向こうの部屋の方に行ってくれないかな。あのロッカーがあった方向にもずっとなんか戻っていくような、はまるような感じを期待してたんですけど、普通に通れないって分かったら U ターンしてきましたね。今すごいうるさいけど。